どうも、ピラミンです。誰でも楽に身につく速読、楽読のインストラクターをさせていただいています。今日はですね、楽読の本部スタッフもやらせていただいている私からお知らせです。楽読インストラクター養成コースがこの10月からリニューアルします。イエーイ。どうリニューアルするかというとですね、もともとですね、楽読インストラクター養成コース、23万円ぐらいでですね、半年から1年ぐらいかけて、早い方だと3ヶ月ぐらいでね、プロになってくる方もいるんですけれども、ここをですね、なんと、もともと23万円だったのが、なんと月額1万円で学び放題になるというですね、コース設計になりました。別名、楽読オンラインカレッジというふうに我々ね、呼んでいまして、基本的に動画受講で勉強する、自力で学んでくるというスタイル、にですね、変更させていただきました。もともと23万円だったものが1万円、厳密にはですね、これ税別価格なので、税込みだと1万1000円か。ね、23万だったものが月額1万1000円でどういうことだ、相当な価格破壊だなというふうに思う時多いと思うので、これなんでこういうふうになったのか、なんでこういうふうにできたのかというところからですね、ちょっとお話をさせていただきます。ここ半年は特にその流れあるかなと思うんですけど、コロナさんですね、コロナさんの、おかげさまっていう、せいでっていうのもちょっとピロミ言いたくないので、おかげさまという言い方をあえてさせていただくんですけれども、例えば今の私この働き方でいいのかなっていうモヤモヤだったりとか、もう現実的にコロナ解雇されちゃったよとか、もうコロナのせいで収入が下がっちゃったよとかね、結構ね、最近は報道で内定が取り消しになりましたとか、結構大手の企業さんでも早期退職者を募っていますみたいなね、あと失業者もここ半年で5万人ぐらいいるらしいですね。すごいなと思って、そう、それだけ今世の中大変なんですよね。で、こういう大変な状態をですね、経験している人にとって楽読インストラクターっていう生き方、結構魅力的に見られるんですよね。何かっていうと、私も含めてそうなのかもしれないんですけど、基本的に好きなこと、自分がやりたいことというか、自分が働きたい働き方でやって、いろんな仲間とつながって、でしかも楽読って、速読ってうさんくさいってイメージあるのかもしれないですけど、本当に身につくのそれみたいな、ほとんど習得率 100% って言ったらちょっとそこは大げさなんですけど、ほぼほぼ全員が身につくと言っても過言じゃないぐらいのですね、習得確率の高い速読なんですよね。なので結構喜ばれる、プラス右脳を活性することを通して速読をできる状態を作っていくので、速読ができるようになる過程で、例えば笑顔が増えたとか、もうまるで機械のように生きてきた私が本来の感情を取り戻しましたみたいなとか、あとなんかもう心のゆとりを失って、もう家族にもうすごい冷たく当たってしまっていたのが、なんかすごい家族が愛おしく思えるようになったりとか、そうじて言うと、人の人生を豊かにするっていうところにですね、貢献できるし、それを結構目の前で見れるんですよね。ね、私も結構ありますよ。いや、もうピラミンのおかげで人生変わりましたみたいな、もうね、ありがとうございます、本当に嬉しい、そういうので、こういう感じで、収入面もですね、基本的に本人さんが成果を出せば出すだけ受け取れるっていう状態なので、魅力的に見られるんですよね。そうなので、なりたいっていう風に結構言われるんですけど、23万か、実際は23万だけでもないんですよね。楽読インストラクターになろうと思うと、楽読のリターンスクールって、楽読インストラクターとしてのマインドを磨くため の, コーチングやセッションを中心とした講座があって、それも必須事項なんですよね。なので、誤解のないように、楽読ホームページでインストラクター養成コースの受講料をご覧いただくと、このもともと23万円だったやつです。で、そっちの楽読リターンスクールというやつです。これはガッチャンコすると税抜きざっくり47万円ぐらいかなみたいな、っていう状態なんですよね。で、これをもういざコロナで失業ですとか、コロナで収入が下がってますっていう状態の方にとっては、
なりたいけどなれないみたいなのがですね、実際結構起こってたんですよね。なので、いや、そうじゃなくって、こういうご時世だからこそ楽読という働き方をより多くの人に届けるんだというふうに思ってですね、そうで、思ったのあって、受講料をもうちょっと抑えられないのかみたいな話題がですね出てきたわけですよ。で、もともとですね、受講料をなんで23万にしてきたかっていうと、背景でいくと、結構酪農家がですね、俗人的な育成をしてきたんですよね。基本的に一人の受講者さん、まあ養成コースの受講生さんがいらっしゃって、でその方に伴走トレーナーっていう、この子の担当は私ですみたいな形で育成にコミットするトレーナーが一人つくんですよね。でさらに、全国別のトレーナーからも学びたかったから、そちらにもコンタクトを取ってレッスンの予約を入れていいんだよみたいな、そういう状態にですねなっていたので、どうしてもですね、受講料を抑えるということができずにいたんですよね。そう。ただですね、今回この楽読オンラインカレッジというのにですね、体制を変えたことによって、例えばレッスンのやり方を学ぶレッスン理論座学だったりとか、楽読インストラクターとしての、マインド、心のあり方を学ぶ座学だったりとか、こういうのがですね、基本すべていつでも動画で見て学べるっていう状態にですね、なりました。だし、肝心なのはレッスンができるようになることだと思うんですよね。なので、全国のですね、楽読トレーナー、楽読トレーナーってもう結構ですね、ある程度インストラクターの中でも経験積んだし人間しかならないんですけれども、彼らのレッスンをですね、動画で撮影したものがすでにですね、そのオンラインカレッジに、アーカイブされていて、それをいつでも見て学べるという感じになってます。動画っていいですよね。生で見ると、今の言い回しすごく良かったからもう一回聞きたいとかになっても、巻き戻せないですよね。そう、動画だったらいつでも、あとなりたいけど仕事がどうしても忙しくてみたいな人でも、隙間時間でスマホで見て学ぶっていう体制がですねできるので、忙しい方にもですね届けられるという意味ですごくね、動画というアプローチが良かったなっていう、ね、あと人がですね返さなくなることによって受講料を下げられるっていう、そう、で、そこですね。なのでこの体制を取ったことにですね、より多くの方に楽読を学んでいただくという体制が整うというところからですね、今回この制度改変させていただきましたっていうところもあって、ちょっとね、ここだけの話をさせていただくと、2020年入ってからですね、楽読インストラクターになりたいという方が、3月、4月、そしてこの7月と大変多くいらっしゃった関係もあってですね、楽読のトレーナー全国で今25人もいるのか、25人しかいないと取るかというところであるんですけど、ちょっとここからさらに需要増えるだろうなっていう見立てでいくと、早めにですね、キャパが広がるような体制を取った方が、最終的に受講生さん、インストラクターを目指して学ぶ人たちに迷惑をかけることがなくていいよな、これはっていうところをですね、先を見越して考えて、この改変もしたっていうね、ウィンウィンですね、お互いにとって。で、こちらもね、迷惑をかけることなく対応もできるし、受講生さんにとっては、低料金かどうかっていうのは、本人の学び方にもよるんですけど、低料金で学びきるということができる可能性が出たというところでは、メリットなのかなというふうに思っています。で、これ動画ご覧になってる方でもうすでに楽読養成コース申し込んで、今まさしく勉強してるところなんだけど、私たち23万払ったのに、これからのか月額1万ってどういうことだよっていうふうに思ってるかもしれないんです。ちょっと後々ね、解説させていただくんですけど、金額面ではですね、どっちがいい悪いでもなさそうだなというふうに思ってます。ちょっとね、この後の動画の部分もぜひね、気になってる方お付き合いいただければです。はい、ですね、で、こっからはですね、この楽読オンラインカレッジどう活用するのっていうところをちょっと3パターンお話しさせていただきます。我々が想定している楽読オンラインカレッジあるある学び方、ちょっと3パターン紹介させていただきたいと思います。まず1つ目ですね、1、2ヶ月で超短期合格目指すパターンでございます。そう、これ月謝制なんですよね。1ヶ月、税込みで1万1000円ということは、これ例えばですけれども、
1ヶ月だけでとか2ヶ月だけで合格プロになることができたら、相当料金を抑えられるんですよね。まあ、2ヶ月で合格したとして、まあ、2ヶ月分なので、まあ、2万2000円ですよね。でこれ受講の途中でですねテスト2回あるんですよ。私たち仮検定とあと本検定という風にですね呼ばせていただいてるんですけど、これ受けるごと1回につきにですね2万2000円かかるんですよ。まあ、なので仮検定で1回本検定で2回なので、まあ受講料と合わせると2ヶ月分で6万6000円かかかってる状態になりますけど、6万6000円で楽読インストラクターになれるかもって、これ相当すごいなというふうにですね思いますね。まあ本人さんが 1,2 ヶ月とにかくいろんな動画を見まくってと、もちろんレッスンができるようにならないと意味ないじゃんっていうところあると思うんですが、養成コースの受講中の方、このね楽読オンラインカレッジを同じ時期に学んでる皆さんで、グループを作らせていただいてるんですよね。当然他の養成コースの方もですね、レッスンの練習しなきゃっていう状態に当然なっているので、そういう方々とですねマッチングするような体制をとっています。なので養成コースで一緒に学んでる仲間たちとグループになってレッスン練習をし合うということがですねできます。なので1、2ヶ月で動画を見まくって仲間たちに声かけてレッスン練習しまくって、仲間たちじゃなくてもこれ身近なご家族とかお友達相手でも全然していただいて大丈夫です。こんな感じでですね 1,2 ヶ月で超ド短期合格パターンですね。これは、あんまり大勢いることはちょっと想定してないんですけれども、よっぽど接客業で経験ありましたからとか結構実務で講師業なんですよねみたいな人はこのパターン全然普通に行けたりとかするかもしれないです。というところがまず1パターン目ですね。で2パターン目、多分これが一番多いんじゃないかなと私は思ってるんですけど、オプション活用してトレーナーサポートしてもらって合格パターンというやつでございます。先ほどの 1,2 ヶ月超ド短期パターンだと、ですね、そもそも私仕事もあるんだし、例えば奥さんだから子供のこともやらないといけないからちょっと 1,2 ヶ月きついわっていう人、全然ね多分こういう人の方がいいんじゃないかと私は思ってますが、とかあと養成グループで、同じくねプロを目指している仲間たちと一緒に、レッスン練習をし合いますよ。で仲間たちからですね、あなたのレッスンはここが良かった、でもここは直した方がいいかもっていうアドバイス来ると思うんですけど、果たしてそれが楽読インストラクターのプロになるにあたって筋がいいかどうかと言われれば多分ハテナだと思うんですよね。でそこでですね、これオプションになるんですけれども、特定の楽読インストラクターをですインストラクターの中でもですねトレーナーというものがですね今全国で25人いる状態です。でこのトレーナー何かっていうとですね、今全国でもうそろそろ200人に、到達するんですけど、この200人ぐらいのインストラクターの中でも人気のインストラクターにレッスンを見てもらえるというやつですね。人気ってどういう意味かっていうと、それだけ受講生さんから選ばれてる、プラス受講生さんから選ばれてるということはどういうことかっていうと売り上げがいいんですよね。なのでそういういわゆる成功してる人たちからアドバイスをもらえるみたいな感じで、さらにですよ、楽読インストラクターになるにあたって途中検定、仮検定と本検定というテストが2回あるというお話させていただきましたけれども、これの試験官するのトレーナーなんですよね。なので本番のテストでこれをやると落ちるとか、実際のレッスンの現場でこういう受け答えをすると受講生さんが喜ぶとか、こういう対応すると速読を習得させる効果をより高められるとか、このあたりですねトレーナー分かってるですよね。そうなのでプロになるための合格対策としても生産性が高いし、これテスト合格するだけじゃ絶対意味なくって、実際プロになって受講生さんと向き合うってなった時、受講生さんに喜んでもらえるレッスンができるかどうかって、ここ重要じゃないですか。そうなのでこういうですねいい人にいい感じにアドバイスをもらえるというのがですね、ワンレッスンにつき1万円という感じですね。時間でいくと45分間フィードバックを受けられるみたいな、そんな感じですね。
あ、ちなみにこれですね、旧養成コース、あの23万円ぐらいのやつですね、受けられてる方、あのお伝えしておくと、これがですね、事実上13回分ついてたんですよね。そう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 、ね、で、これ例えば養成コースを、まあ、1年間受け続けてましたというと、まあ、ざっくり12万円ぐらいですよね。で、あのオプションでこれ13回分ついてたので25万円分か。あのなのでそう思うとですね、あの養成コース23万というのはむしろお得だったかもしれない、今のこのオンラインカレッジと比べてみたいな、そんな感じなので、あの決してね、あの損してる私たちと思わなくて大丈夫です。人ががっつりしてね、あのサポートして学べるという時期をですね、あのおそらく皆さんが過ごす、最後を過ごす人たちになるかもしれないみたいな、そんな感じですね。これからはですね、自分ごとで捉えて自力学習してきてくださいねみたいな路線です。まあその中でもですね、困ればオプションとして選んでいただくことも可能ですみたいな、そんな感じです。うん、これが多分一番あるあるでしょうね。多分半年ぐらいが標準になるのかな、ちょっと興味もねよくわからないですけれども、あの早くプロになりたい方はね、あのたくさん詰め込んで、まあ、フィードバックなども、オプションのフィードバックも使ってもらっていいかなと思いますし、逆にまあゆったりやりたい、1年ぐらいかけても、いや2年ぐらいかかっててもいいかなみたいな方はですね、あのゆっくりとやっていただければいいかなと。あ、その分ね月謝なので受講料かかってまいりますね、そこはねご注意ください。ほい、で最後の学び方パターンでございます。これですね、楽読あんまり知らない人にとってはびっくりされるんじゃないかと思うんですけれども、プロになるつもりはないけど学ぶパターンというやつですね。これ本当意味不明なんじゃないかと思うんですけれども、あの楽読の受講生さんって、あの昔から通われている方だと、あのもうインストラクターになるつもりはないんだけど、もう楽読のレッスンを200回受けてますとか300回受けてますとか、あのこういう方はですね、ちょこちょこいらっしゃるんですよね。そう、何かっていうと楽読が好きなんですよね。あの楽読のレッスンをもう日課として受け続けていたいだったりとか、あと、まあ、あの楽読もちょこちょこイベントやったりとか、まあ、インストラクターさんとちょっともう仲良く、もうズブズブに仲良くなっちゃってて、あのもう楽読に関わり続けていたいみたいな、もうそこがもう喜びなのだみたいな、こういうですね受講生さんってあのパラパラいらっしゃるんですよね。なのであのこういう人たちにとっての価値が何かっていうと、インストラクターの考え方や生き方を学ぶというやつですね。そう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 、あの、動画でたくさん座学を見ていただけるという状態でして、この楽読オンラインカレッジがもちろん、うん、まあ、レッスンの理論だったりとか、あの教え方に関するところもあるんですけれども、あの正直それをやるだけだと楽読ってただの速読になるんですよね。でそうじゃなくって、どういうコミュニケーションの取り方をしたら受講生さんにもっと心地よく楽になってもらえるかだったりとか、あと楽読レッスンってインストラクターの日常が出る場なんですよね。なのでインストラクター本人が日常で苦しい思いをしていれば、レッスンは受講生さんも含めて苦しめる場になりますし、インストラクターが日常から楽しく豊かに生きてたらレッスンもそうなるんですよね。なので自分の生き方をですね、トータル的に豊かにする、まあ、習慣だったりとか物の考え方というところがですね、あの座学の一環で入ってるんですよね。なのであのそっちを知りたいんです私はっていう、そうそうそう、あのでもこういう方も含めてですね、あの入ってきていただいて大丈夫です。これ従来の23万の方だとちょっとこの動機だとハードル高くなると思うんですけれども、あ、月額1万1000円だったらちょっとやってみようかな、プロにはならないけどって、あ、そう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 、あのこの学び方ですね。うん、でさらにですね、あの養成さんたちの練習相手募集のコミュニティには入れるので、そう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 、練習にお付き合いいただくみたいな感じにはなるんですけども、1万1000円で、まあ、あのレッスンがたくさん受けれるという意味ではですね、あのこれはこれでメリットなんじゃないかなと思います。うん、そんな感じですかね。楽読オンラインカレッジあるある学び方3パターン紹介させていただきました。 1,2 ヶ月でちょうど短期合格パターン、あの費用を抑えたい、本気でプロを目指したいという方はぜひね挑戦してみてください。で2番目がですね、トレーナーにサポートしてもらって合格するパターン、ワンレッスン1万円で、あの見てもらってフィードバックを受けるということができますのでね、うん、こんなのもいいかなと思います。動画をご覧いただいて
って、トレーナーたちが座学してるんですよね。座学見て、わ、このトレーナーさんすごい、この人から学びたいみたいな人からですね、指名して予約取っていただくこともできるので、お近づきになりたいトレーナーさんにはぜひね、ご予約いただくといいかなと思います。プロになるつもりもないけど学ぶパターンですね。個人的には全然これいいなというふうに思ってるので、全然ですね、落読結構大好きなんですという方はね、ここにぜひね、ご飯とかご参加いただけたら嬉しいなと思います。おーい、じゃあそういうことで、月額1万1000円で学び放題、落読インストラクター養成コースが2020年10月からリニューアルしますという話題でした。一旦まあ、でも落読って結構フットワーク軽いというか、フレキシブルな組織なので、まあ、やってみてさらに良くなる形があるなと思ったら、またこれもリニューアルされるかもしれないですね。この落読オンラインカレッジの形がですね、あ、魅力的だぞそれはというふうに思ったら、ぜひね、早めにご参加ください。概要欄のところにですね、申し込みフォーム貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、また。